ファランクス、ファランクスは古代において用いられた重層不評による密集陣形である。集団が一丸となって攻撃するファランクスは海戦において威力を発揮した。最も古いファランクス、もしくはそれに似た体型は紀元前2500年ほどの南メソポタミアですでに確認できる。鎧の有無は不明だが、大盾と槍による密集陣形が この当時に存在していたことを示せている。しかし、その後中東では複合弓の発明によって戦場の主役の座は弓兵となっていく。その後紀元前700年頃のアッシシリアでも同様の体系が用いられていたことが石板から確認できるが、鎧兜を着用した重装布標を用いたファランクスを代々的に用いたのは紀元前7世紀以後の古代ギリシアである。 古代ギリシアにおいて、ファランクスを構成していたのは一定以上の富を持つ市民階級あり、当時の地中海交易の発達から甲冑が普及して、重層不評部隊を編成することが可能となった。また、都市国家が形成されたことから、同じ目的意識を持った集団が生まれたことも、ファランクスの性に影響した。重層不評が、左手に円形の大盾を、 右手に槍を装備し、露出した右半身を、右隣の兵士の盾に隠して、通例8列重心程度、特に打撃力を必要とする場合は、その場合の応対を構成した。戦闘経験の少ない若い兵を中央部に配置し、歩兵を最前列と最高列に配置したが、右半身が露出することから、特に左右翼列に正教兵が配置された。 同等な横幅を持つ敵と対峙して前進する際、これらの兵士は縦のない右側面を敵に囲まれまいとして右へ、右へと遮行し、隊列全体がそれにつれて右にずれる傾向があった。攻撃の際は、応対が崩れないように笛の音に合わせて歩調を取りながら前進した。部隊編成は8人から12人で編成される縦一列が3列重滞を組むへの表やが、 最小編成単位であり、2個へノーモティアで1個、2個から4個、ペンテイコステスで1個を編成するが、ポリスごとに具体的な編成は変わってくる。戦闘に入ると100人前後の集団が密集して、陣を固め、盾の上から槍を突き出して攻撃した。前の者が倒れると、後方の者が進み出て交代し、また後方の者が、 槍の角度を変更することで敵の矢や,や投げを払いのけることも可能で戦闘状況に柔軟に対応できる体系でもあった。逆に部隊全体の機動性は全くなく開けたような場所でないと進化を発揮しない。また正面以外からの攻撃には脆い。基本的にファランクスは激突正面に衝撃力と殺傷力を保持していたため、 一旦乱戦になると展開軌動は難しく、機動力を使った戦術としては用をなさなかった。時代が下ると、海戦において数的劣勢にあった側はファランクスに改良を加え、戦力を補完した。定媒の将軍、エパメーノンダスが使用した射型密集体系は、ロクセファランクス、ロックシフランクス、車戦陣と呼ばれ、レウクトラの戦いにて、 有名をとどろかせたスパルタ軍を数で劣勢にあったにもかかわらず打ち負かした。ここで用いられたロクセファランクスは一般的に言ってファランクスの弱点である右側面上述の左右翼の兵は右半身を露出していることによるを確実に打ち破るためスパルタ軍の十二列重心に対して定倍軍左翼は五十列重心を取るというものだった。ファランクスは 重心が深い方が、縦での押し合い、オティスモスにおいて有利であり、消耗しても体型を維持して持ちこたえることが可能となり、重心は極めて重要な要素であった。ロクセファランクスはその特性を生かした人形といえる。紀元前390年、アテナイの将軍イフピクラテス。イピクラテスは、本来は補助戦力でしかなかった、軽装不評、ペルタスタイを持ち、 レカイオンの戦いで、スパルタの重装不評を、機動力を生かして、血破った。その経験を踏まえ、従来の重装備の甲冑と、タイヤリを装備したファランクスから、比較的軽装で、機動性を増したファランクスへと、大きな軍製改革を行った。金属製のすね当てを廃止してくる武士までのブーツに変え、盾は、大盾から小型の盾を腕に装備するようにし、 縦から紐を伸ばして首にかけるようにした。鎧が軽装になったことによる不利は、槍を3メートルほどの両手で扱う長袖に変えてリーチを伸ばすことによって保管した。長袖を構えると、ちょうど縦が前を向くようになっている。この装備の変化は、後のマケドニア式ファランクスに大きな影響を与えたと言われている。古代マケドニア軍は重心が8列程度であった。 従来の密集法人を改変し、6メートルの長層、サリッサを持った不標による16列16列の集団を1シンクタグマとして構成。このシンクタグマが横に並ぶことで法人を形成した。マケドニア式ファランクスの不標は、イフィクラティスのファランクスの流れを組んだと言われ、比較的軽装の鎧と首からかけて腕につける小さな盾を装備していた。また、 両手で長争を支えることができるようになったのも効果が大きい。しかし逆に言えばサリッサは、その長さと重量ゆえに両手でなければ扱えかった。3年間定売で人質生活を送ったピリッポス2世は、改良型ファランクスの戦い方を勘案し、マケドニア式のファランクスを創始したと言われている。マケドニア式のファランクスが用いられたカイロネイヤの戦いでは、 本体の不標右側に常備のこの絵不標を置き、左側へ上部による軽装不標を配置した。右翼には突撃に勝るるタイロイ騎兵、左翼にはテッサリア人騎兵を配置し、前衛は弓が主装備の不標と軽騎兵が担当した。左翼で防御している間に右翼での敵戦列破壊を行うマケドニア式のフランクスは、 側面からの攻撃に弱い従来のファランクスを圧倒した。このように変翼で守り、もう片方の翼を打撃部隊とする戦術は、カナトコ戦術と呼ばれる。このマケドニア式のファランクスをもって、ピリッポス二世は、アテナイ、スパルタ、コリントス等々ギリシアの諸都市を打ち破り、彼の子アレクサンドロス三世はアケメネス朝、ペルシアを滅ぼした。その後マケドニア式のファランクスは、 アレクサンドロスの後継者の座を争ったディアドコイに受け継がれた。ディアドコイ同士の戦いは必然的にマケドニア式ファランクス同士の戦いとなり、彼らは槍をさらに長くしたり、防御力を上げるために鎧を重装備にするなどして、頼り優位に立とうとした。しかし、これらの改良は柔軟性や機動力のさらなる低下へと繋がった。後にこの欠点や、 機動力を補う騎兵の不足などによって、ローマ軍団に敗れることとなる。その後マケドニア式のファランクスは、ローマにおいても盾を隙間なく配置し、防御力を高めたテストドに進化した。ファランクスという語はもともとは、指の骨を意味した。おそらくは、盾の壁から突き出る、無数の槍を指に見立てたものと考えられる。ファランクスという単語は、ラテン語にも取り入れられ、 マケドニアを除く古代ローマ周辺の戦争でも用いられたが、これらは単なる密集法人という程度の意味しか持たなかった。ファランクスの語は指の骨の様子から転じて束ねた木の棒、ローラ、丸太などを意味するようにも変化していった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。